先週すいませんでしたのテンションですよね。田中と山田でトリュフです。始まった。斬新だね。いや始まったね。立ちスタートか。あのね、雑談から入るっていうね、始まりましたけど、ね今月からちょっと変わってね、いろいろ変わりました。あれ、いないですよ、女の子が。女の子ね、邪魔だ。いやいやいや邪魔だじゃないわ、芸事に邪魔だ。女の子が絶対いるって、うん、女の子いないからこのありさまでしょう、ね、そう、まあ今日はね、見えない人がいる。ファンの人が来るからだ。2人ともやっぱ忙しいみたいで。あ、そう、うん、ちょっと影響出ちゃうんで。俺はね、うん、やっぱね、うん、手出したと思うね、相方が。そのノーコメント。俺は出してる。僕はその、守る感じなんですよ。僕は出してる。いやいや、そういうのはもう、だからもう、なしね。アシスタントなしね。アシスタントは。ノーアシスタントね。なしだし、うん、あんまり良くなかったら加入する可能性がある。あまりにひどかったね。ああ、わかるわかる。潰れそうな感じになったら、だったらね、あの助けを求めるかもしれない。今月からちょっとやる。そう、ちょっとね、芸事がおろそかだったのでね。おろそかだったし、アシスタントがいるせいで。いるせいでじゃない。いるけど、もっと頑張ればよかったの。なあ、なるほどね。甘えたんです、僕は。あのね、僕らは ね、 あのね、優しいんだよね。まあ、これは言っときたい。それだけ優しいから、その、いろんな人に美味しくさせようと思って、立たせようとしちゃうね。これ自分を殺すところあるんです、僕らって。そういう精神が。それで頑張ろうって言ってたのね。そうそう。だから、それをなくして、自分たちがちゃんと面白いぞということを見せた方がいいっていうね。そういうことです。見せれるかどうか分かんないけど。だから、今までいろんな企画やってきましたけど、そうやりません、企画は。やりません。はい、やっぱネタでね。ネタをね。だから今年の賞レースが散々だったから。そうね。ちょっとやばいなと。だからね、だからネタをやるんですけど、うん、この番組で、この企画で、その裏側を全部見せます。どうやって僕らがネタを作ってるのかとか、そういうのを全部見せるので、はい、そういう番組になりました。だ見せた上で、はい、みんなで作ってもらおうかなと。だからみんないろんな、どうせいい意見出ないと思うけど、いやいやいやそ聞いて、そう取り入れてね、そうとか、まあ、そういろいろやってみようという。そう、やっぱその、どうなるか分かんないから。違う知識というか、そうだね。2人だけの知識しかないから、もうね、もうそうなんですよ。そうまでしないともうダメだなって。うん、だいろんな人の意見を聞いたりね。うん、だからこの今、ここ、メールで cws@senjux.com、ここまでね、送ってください。いろいろネタとか見たら。でもぜひこのこっちも、ね、見てる方で成り立ってるっていう、はい、そういうことにします。だからもう逆に言えば、うん、その面白いとかじゃなくて、うん、本当こなんかつまんないですでもいいし、うん、ここがよくわかんないみたいな。ああ、そうだね。だからダメな方をこう言ってもらった方がね、うん、でもいい、どっちでもいい、うん、まあ面白いって言ってもらったら嬉しいからいいんですけど、まあね、そうそれはそれでね、うんうん、じゃあやってみますか。じゃあやってみる。どうしたの。やってみないの。いや、まあやりましょうか、うん。だから一応だから、うん、漫才と、はい、あとコント、コント、はい、ただこれ100% じゃないんですよ。これ言い訳じゃないの。ちょっとかっこ悪いけど、まあ、やっぱり言い訳じゃないの、うん、ちょっと趣旨として、ね、余裕残しで作ってきてるからカチカチじゃない。カチカチじゃない。こっからもう叩きやすいから。そう、そういうこと。こっから、ね、磨きやすい。今土台を作って、そう、余白をね、存分な余白のまま持ってきてるんで、そうです。それでみんなでこれやれば多分いいのができる。いろいろね、うん、含め。そう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 。こういう価値、いいのが作れればね。そういうこと。いいなって。うん。で、もしいい意見があれば、まあ、ギャランティーの方もね。出るの？出ません。出ません。出ませんけど。ギャランティーは出ません。俺が作ったんだよ、私が作ったんだよの権利は。なるほどね。よく言うよね、そういうおじさんね。俺が育てたってやつ。その権利はあげます。俺が育てたってやつ。はい。あ、じゃあいいんじゃない。それも公言して、うん、僕らもその人が作りましたっていうのは言います。認めるのね。認めます。分かった分かった。はい、じゃあそうしましょう。そうしましょう。じゃあということで、じゃあ1本目。1本目。やりたい。じゃあ一旦吐きますね。はい、お願いします。どうもお願いします。いやいやいや、はいはいはい、世の中にはさ、ね、ムカつくやつっていうね。ムカつくやつは多いですよ、世の中に。なんかいる？ムカつくやつ、うん、いや俺今日ね、来る時ね、うん、立ち食いそばをね、食べたんですけど、はいはい、冷たい、きつねうどんをね、うん、出したらね、うん、めちゃくちゃあったかいのが来て、俺は本当ムカついたなって、ありましたね。たまにあるんですよ、違うやつ、違うやつ、ね。俺はね、ね、なんか腕時計自慢するやつ。あ、腕時計を自慢する。なんか、いや、言うじゃん。男ってなんかすぐ自慢するんだよね。なんかその自慢したがるよね。したがるね。ムカつくんだよ、ね。いや、今日楽しかったね。あ、楽しかったな。いやー、あっという間だったね、なんかね、時間過ぎるのね。あ、ちょっと電車だから。あ、もう帰るの？うん。
じゃあ今度ゆっくりまた会おうよ、うんうん、じゃーん。ムカつくねこれね、このあれちょっと待って、え今さ、うん、ベートーベンの運命っぽくなってどういうことよ、じゃ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 ーんみたいな、どういうことちょっともう一回やって、えじゃあここまた今度ね、うん、じゃーん。本当だ本当だ、運命っぽい、ね、運命っぽいわ。もしかしたらさ、うん、普段の生活で、うん、有名な曲っぽいことってありえんじゃん。え、普段の生活で、例えばさ、あのタン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 、うーん、タン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 ダン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 ダ
ね。すげえ聞こえたわ。あるね、やっぱ。あるこういうことあるんじゃないか。ね、じゃあさ、あのさ、タラタラタラタタ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 タいや今日美味しかったね。甘かったな、ここ。いやー、まあ、僕ね、うん、今日あの俺誘ったから、うん、俺出すんで。いいよ、いいよ、いいよ、俺出す、俺出す。いや、いい、いい。なんでいいよ。今日は俺出すからいいよ。いいの。いいけど、ちょっと出して。いや、ちょっと出すのかよ。ハス、ハス。ハスって何？ハス。聞こえたよ、今。聞こえたね。あの曲に聞こえたよ、今。あ、じゃあ、これなんてどうかな。ウルトラソウル、ヘイっていうやつ。いや、絶対ないですよ、日常生活で。いや、これ、まあよくあるんだけどさ、トラ捕まえた時にさ、うん、聞こえそうじゃない？全然わかんないよ、その状況が。トラ捕まえた時に。トラを捕まえる状況って何なの？いや、よくあるじゃん、トラ捕まえる状況。あるある。やべえ、トラ捕まえちゃった。え？どうします？トラ捕まえちゃった。トラ捕まえたな、どうしようかな。どうします？どうします？これ。売る？トラ？いや、それはちょっと。いや、だから捕まえてもしょうがないよね。売る？トラ？うん、いや、だから。かな、ウルトラ。そうですか、うん、だからウルトラ、そうします。どうしよっかな。ウリトバッソー、ヘイ。ねえ、こんな状況、いい加減しろ。もういいよ、どうもありがとうございました。ちょっと待って、なんかの曲っぽかったね。何が？あれ、イエモンのジャムじゃない？どういうこと、どういうこと。外国で飛行機が落ちました。ああ、ジャム、うん、どの部分。いい加減にしろ、もういいよ、ありがとうございました。いや、むちゃくちゃだわ。どうもありがとうございました。はい、ということになります。まあ、雑なネタを。たぶん最初間違えたなと思って。あ、どうでした。いや、ちょっとなんか最初、じゃ今撮ってたもんね、練習曲ね。はいはい。ちょっと撮ってた動画見せてください。あ、改めてね。改めてね。ちょっと座りましょうか、一度。いや、途中でさ、なんかさ、どうしました、どうしました。なんか変なおじさんが来たからさ、動揺しちゃってさ。これね、はい、来月から、ちゃんとこちらのね、モニターで。本当はね、そう。はい、V を、撮ってこう見ながら振り返ろうかなと思ったんですけど、筋なしみたいな感じでね言っちゃうのね。今日はね、うん、今撮ってもらった携帯を僕らが今振り返るんで、うん、その姿を見てくださいあ、じゃあ音だけ出るかな。音は出るのよね。音出るかな。音は出る、音出る。ちょっと再生します。はい、最初ね このまま大丈夫、このまま。これ聞こえてますよね。聞こえてると思います。うん、はいはいはい。音最大ですか。音最大これ。あ、ええ。これ聞くっていう。シュール。あ、間違えてなかった、大丈夫だった。あ、大丈夫でした、うん、そこの確認だあの、なんだと思ってました。いや、俺なんか最初に、うん、もう聞こえちゃったって言ったのかなと思ったら、ちゃんとムカつくねって言ってたわ。じゃあ大丈夫だった、うん、じゃあ大丈夫だったこれまあ映像がないとあれだけどね。そうだね、映像がないとね、うん、ちょっと気になったんだけど。どうしました、髪型大丈夫かな俺自分の、うん、急になんかちょっと、うん、あ、でもね、
そっからちょっと入りましょうか今日は、うん、その見た目っていうのすごい大事だ、うんうん、この見た目がまず成立してるのかどうか、うん、コメント待ってます見た目が成立してるかどうかのコメント ここあ、それも、うん、まあでもなんかリアルタイムで来てます。あ、全然違う番組のやつ、全然違う番組全然違う番組のやつが、はいはい、そういうこともあります。ちょっと見せましたね。つるぎの前ね。そうそう、運動会とかで流れるけどね。工事現場とか。工事現場なんか聞こえそうじゃない？あ、そう。危ねえな、お前。足元気をつけろ、お前。大丈夫か、お前。ちょっと遅れたね、俺はね、うん、これも音がある、ね、見せて、綺麗に聞こえたらいいんだろうねやめるこれ聞いてる間ちょっと地獄な感じがする。やっぱここで出て映像あればいいんだけど、あのイメージだもんね、はいはいはい、鶴瓶さんのね。そうですそうです。まあ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 、今回はいいんじゃないですか。まあ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 、まあ、とりあえず音だけっていうのもあれなんで、まあまあ、うん、はい、じゃあいいですか。だからいや、でもだから、うん、その見てる方なんか気になった、なんか気になった点があったらね、あ、うん、じゃあせっかくほらいるんで、人が今日は。そうだね。ねえ、ここがちょっとよく分かんなかったとこが、ここが、まあ、うん。強いても全体よく分かんなかった。かったとかね。あと髪型こうしたらいいとか、そういう意見があれば、うん。何でも待ってます。うん。じゃいませんか。挙手です。挙手で。あ、いいですか。あります。あの最初の、はい、あのムカつくやつっていうのいるのかなって疑問がありました。ああ、なるほどね。これね、まあだから全部裏側いっちゃいましょうか、うんうんうん、こうすんなり入る入り方がちょっとよく分かんなくて、この急遽ムカつくやつっていうので、本当はね、なんかだから日常生活になんかいろんな音楽聞こえてくるよねって入っていいのかどうかっていうね、うん、いきなりそう言って、そのだから最初のベートーベンの運命の感じがそんなとそんなないじゃん、あんなシチュエーションって言うと、あ、見てないのに、ありがとうございます。今の会話で、はい、なんか絶対音感があって、うん、街の雑踏はこれに聞こえちゃうんだな。なるほど。ああ、困っちゃうんだよな。すごい。さすが。すっげえ、本当に。さすがね、元作家目指してた人。それどうなの、その元作家目指してた人。元作家目指してて、現芸人でしょ。現パチプロだから。パチプロなんだ。たまにサーファー、すごいんだから。そして芸人。すごい、一番人生楽しんでるじゃない。肩書きいいね、なんか。いいな。それすごい、確かにね、絶対音感が音感、ね、そう聞こえちゃうってことね、はい、そうか、それ自然だね。ああ、うん、いや、なるほどね、そういうこと、そう、だこういうことやりたいのね、うん、こういう解決していきたい。そうか、それそういうタイプ、そういうタイプじゃなかった、そういうタイプじゃなかった、今までそうじゃなかったけど、今月から変わったの。変わった、うん、俺たちは違う、もう生まれ変わったみんなのいいとこ全部もらうから、本当に。俺すごいなんか一緒にある言葉があって、うん、なんかオスカーのライブのネタ見せが、うん、中野のなんか、うんうん、富士見町のね、あ、やってたね、うん、トリュフさんっていつも早く終わるんですよ、うん、で自信ないやつちょっと遅く来るから、うん、よく誠さんとすれ違うんですよ、うん、あ、でなんかちょっとお笑いかなんかの誰かと一緒にいて、なんかこうだな、あだねって、うん、さんが、お笑いなんか8割でやりゃいいんだよ。どんだけ俺とんがってんだよ。8割で。真面目にやりすぎた。3割ぐらい。良くない方向に行ってるんだなっていう。多分それが正解だとしたら8割が高すぎたの。5割でいいのかもしれないね。もしかしたら。なるほど、だから最初だからその入りいいね、すごく、うん、街の音がそう、音そう聞こえちゃうんだよね、聞こえちゃうんだよね、だったら自然か、なるほどね。で何だ、じゃあ例えばどう、うん、何分かバイバイするとき、バイバイするときって言われる、じゃあねっていう、うん、友達との別れ際、別れ際もある、なんか聞こえちゃうんだよねみたいなこと、うん、急にじゃんっていう。そう、それもなんか、そこの、まあ、だから
まあでも入りはすごく入りはそうだね。なんかずっとどっかでリズム取ってたりしながら、うん、気になるなみたいな、あごめんごめんみたいな、おお、あ俺絶対分かんないさみたいな、何でもそう聞こえちゃうっていうね、うん、あれあの人すげえまともなこと言うな頑張ってサッカーやればよかった本当だよ、途中で投げ出したサッカーも本当下っ腹なんかもう手伝いとか、あやらされるから結局でもそうなんだよね、まあどこでもそうかもしれない、それ全然採用されないし、うん、マカルミ金魚でムカついて懐かしいね、オスカーで一、あーでもそうだな、リズム取ってるの面白いね、ね、うん、聞こえちゃうっていうすごい自然な、なるほどね、あそういうことね、うん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 、非常にいいですね、うん、そうしよう、そうしよう、それはそんな簡単で決めちゃっていい、いや多分10個ぐらい出して、じゃあ他あります、他なんか気になった方、気になった、あー来た来た来た、先に曲を振っちゃうんじゃなくて、うん、先にパフォーマンスをやって、うん、後に曲でこの曲っぽくなかったいいなと思います、うん、言わない方が、言わない方がね、それも正直迷ったんだよ ね、 そうだね、うん、言っちゃってまあだからすごい丁寧にこう振った方がいいのか、うん、こんな裏側言っていいのかね、いやそういうそういう番組、今月からそういう番組一瞬ちょっと今まではただ可愛い女の子がいてめちゃくちゃ喋ってるだけだったのが今月から急にこれになって2人してヘラヘラ落ちたのね、ヘラヘラ落ちたのなんか企画かこれをだから見て楽しいかどうか俺は知らないよその見てる人がね、まあ、いやそうだね、それは知らない、それは知らない、それはもう自分のためにやるしかないんだから、そうで協力してくれる人を探してる、う、うん、確かにね、うん、そのそうなんだよね、後で分かるっていうパターンね、あそう言われたらそうだねの感じ、そう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 、だからうーん、はいはい、両方やってみて、そう、まあもちろんもちろんそうなんだね、うん、なんで仲良くなっちゃうんだよはいはいはい、はい、なるほどなるほど、なるほどいいですね、うん、いい感じになってきました、ね、いいそうだね、確かにそうだね、なんかでも他にも他なんかありますか、おはい、ウルトラソウルヘイは右手じゃなくて左手の方がいい、うん、でもねそういうこと本当あると思う、あるな、見た目重要だからね、本当に、うん、この中じゃなくて、それは実際稲葉さんが言ってるの、稲葉さんが言ってるわけじゃな い、 いやそうじゃない、見た目のね、見た目でしょ、中でそういうことだね、うん、なるほどなるほど、あ聞き手が出ちゃうんだよ聞き手が出ちゃうねいやでもその本当そういうの大事、うん、うん、漫才もさ結局最初のハイドーモーってこうなった瞬間で大体面白いか分かるよね、分かる分かる分かる、うん、そのセンターマイクに対して、そうそうそう、それはねそうなんだよね、これ非常に、うん、あと髪型の件はどうか、髪型の件はまあ、ね、まあ、しょうがないね、しょうがない、うん、しょうがないしょうがない、じゃあとりあえずいいですかこの感じで、いやだからいいね、いい意見もらったね、うん、まだ全然時間あるしね、じゃあ、うん、あじゃあ一回このネタを、うん、まあ見てるはい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 、にその、うん、本ネタとして残した方がいいか、うん、このまま磨いてっていいの か、 い、 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 のか、いやこれもうボツでしょ、この場でもやめた方がいいか一生やらない方がいい、うん、いいか、うん、ちょっと撮ってみます、撮ってみます、拍手で拍手で、はい、はいはい、じゃあちょっと磨いて本ネタとして頑張った方がいいと思う人、あーはい、もうじゃあもうボツ、もうクソだこのネタ、金輪際やるんじゃないという、はい、うん、人拍手、ありがとうございます、じゃあちょっと磨いて、なんかそう言われるとなんかもうやりたくない、どんだけ天の弱ですよいやじゃあこれをだからね、もちろん今は完全じゃなくて、だから これもう3割で持ってきてるから俺ら、いやでも本当に、うん、言い方悪いかもしれないですけど、うん、予想以上のというか、そうだね、やっぱ2人で出ないあれだったから、うん、すごい助かりました、なるほど分かった、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ということでまず1本やりましたけども、はい、で僕らもう1本あるんですが、はい、今日は、うん、あちょっとその前にちょっと番宣じゃないですけど、告知ちょっといいですか、はいはい、この今千住、うん、ブラマチノートっていうね、千住ブラマチノート何でしょう、クーポンですね、クーポンがついてる、はい、うん、これが千住の、はい、お店で使える、そうです今あるということなので、うん、例えば、うん、インドネパールレストランさくらかな、うん、バターチキンカレーが850円のところ、うん、特別特典500円なんです、安っ、800円が500円なんだ、はい、そうそうそう、そういうのがすごい、何個も、これはこのクーポン自体どこで配ってるんですか、これで1000円
販売してる、なるほど。最近ね、すごい流行ってんのよ。そういうことね。でも1000円で買ってもこんだけ安くなるならお得ってことね。いろんなとこ行って使えるっていう。なるほど。なんだっけな、ミシュランじゃねえやな、なんかでも出たのよ。すごい売れ行き、新宿とかでやって、すごい売れ行き良くて、ほんとすごい安くて、すごい今これ流行ってるらしいんだよ、ね、ほうほうほう。でこのクーポンも、1000円でやってるらしいので、ぜひよかったらぜひね、はい、千住の方もそうじゃない方も、来ていただいて、ね、あ、ご利用期間が決まってますね。お、10月1日から11月30日まで、うん、11月30日まで、あ、まあ、まだ全然あるね、うん、はいはいはい、なのでよかったらぜひお買い求めください、うん、このクーポンに対して意見ある人もね、どんどん言ってもらえる。あ、もちろん、はい、このデザインどうの、おうおう、このデザインパクリじゃないなんかのね、あら探し好きでしょ、みんなみんなね、これどっかで見たよみたいな、うん、まあでもお買い得なので、はい、はい、ぜひお願いしますということで、でね、ちょっと止めてしまいました、はい、うん、ずっとほら手伝ってくれてたね、はい、海牛くんっていうのと、はい、大石くんっていうのがいるんですけど、山田くんだね、はい、僕のね、で、大石くんが先月ぐらいかな、はい、コンビ組みましたみたいな、あ、そう、はい、になって、あ、よかった、まあ、せっかくなんでね、よかったらじゃあネタでもやるっつったら、うん、はい、やりますなんで、ずうずうしく、はい、言ってきたんでそれはいいじゃないですか、せっかくなんで、はい、あ、じゃあちょっと、はい、皆さんにやってもらいます、今日用意して、どういう人なのかね、あんま多分、はい、結構ちょいちょいほら出てきたりはしてたけども、そうですね、ね、どういう人なのかあんまり分かんないと思う、じゃあネタを見つつ、ネタを見つつちょっとやってもらいましょうか、はい、じゃあがなり的なちょっと呼び込みをお願いして、コンビ名がね分かんないんですよ、コンビ名何でしたっけ、コンビ名が長くて分かんないから、もういいんじゃないですか、次どうぞで、次どうぞしましょうか、そうですね、じゃあ大石くんの、はい、コンビです、新コンビ、はい、どうぞ、どうもこんばんは、ハイパーカリフラジリスクエクスピアリドーシャスですお願いします、聞いてないじゃない山田さんの後輩の大石純一とマイアミ太一でございます、マイアミ太一でございます、ハイパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスです、皆さん、名前だけでも覚えて帰ってください、ね、無理を言うんじゃないよ、僕らが覚えるのも大変だったんですか、そうですね、大変といえばね、東京オリンピックのエンブレム問題ですよね、なんかエンブレムがパクリなんじゃないかって言われて、はい、今結局ね、白紙に戻すことになりました、まあいいじゃないですかね、やっぱ今までないですからね、こう白紙のエンブレムっていうのはね、白紙のエンブレムじゃないかなと思うんですけど、白紙撤回ってことは、だって白紙だったら別にパクってるとか言われなくて済むわけでしょ、いやまあそうだけど、あと麻雀の白に似てるって言ってくるやついるな、必ず、そんなこと言われちゃうの、かといってチュンって書いちゃったらチュンに似てるってことになっちゃいますしね、チュンって書くからでしょ、やっぱハツって書いたら大三元揃っちゃうじゃないか、お前これからなんで怒ってんだよ、何の話、じゃあどうすんのエンブレムは、いやまあ一般公募にそうってそんなことあります一般公募ね、一般公募にするって話はありますよ、だってこの状況でお前起こしたやつなんかいるわけないだろお前、いやいるかもしれないでしょ、内容学から叩かれるかもしれないんだから、うん、大丈夫でしょ、じゃあちょっと起こしてみるよ試しに、お前、いやいやですけど、俺なんか似てるマーク探してきてやるからどこか、何が目的なんだ、うん、どうすんのじゃあ、いやドクター中松さんは新しいエンブレムを応募するって言ってました、ね、いいじゃないですかね、そうそうそう、まあ、だからこのやっぱそういうことなんですよね、この状況だとやっぱりドクター中松ぐらい行かれてないとこの応募できない状況ってことなんですよ、なんてこと言ってんだよあとできるとしたらマック赤坂とかね、又吉 S とかああいう連中が応募してくんじゃないの、都知事選のメンバーだ、どうすんだよお前のドクター中松のエンブレムで東京オリンピック戦うことになったら、別にいいじゃないですか、恥ずかしいだろお前選手だって、恥ずかしいってなんで、エンブレム考えたやつがジャンピングシューズでこうやって登場してくんだよ、だって出てこないだろ今で、勢い余って走り幅跳びの世界記録出しちゃったりしてね、なんでトラックの方がこんなんだったら佐野さんの方が良かったとか言ったりなんかして、いやそうはならないでしょ、うん、まあでもねあれですよ、芸能界でもパクリとか結構ありますからね、あれそんな話大丈夫なんですか、この間テレビ見てたらね俺思ったんですけどね、コロッケさんね、あちょっと言っていいのか分かんないんだけど、あれ三河健一さんのパクリなんじゃないかなと思うんですけど、ね、モノマネだよあれは、あと徳永英明ね、徳永英明、あの人人と同じ歌全く同じの歌ってましたからね、カバーだから、あれパクリなんじゃないかなと思うんだけど、カバーを知らないのかお前、あとチャゲ&アスカのアスカさんね、パクられてましたからねあの人なんかね、それ捕まってたって意味だろ、まあ、だからね意味が違うんだ、やっぱりパクるのもパクられるのも良くないってことですね、どんなまとめだよ、いかにしろ、どうもありがとうございました、イエーイ、なるほどね、いやちょっとすいません、大石さん緊張するのやめてもらっていいですか、なんかあれ大石くんがね緊張しいな、そうすごい緊張しかしないんだあれこの人ネタ飛ばしたかなって思っちゃって、いやなんでだ、飛ばしてなかった、飛ばしてなかった、多分
でもね、うん、完成度は高いと思うよ。褒めてくれる。でもさ、違う。だって、はい、あのね、大石くん初めてでしょ、コンビ。そうです、そうです。で、この人はだってもう何個目なの、このコンビ。これは9組目ぐらい。9組目でしょ。組んだね。10組か9組目。正直さ、だからマイアミのネタなんてさ、相方誰でもいいもんね。いや、ちょっとやめてくださいよ、そういうこと言うの。だって、うなずいてりゃいいんだもん、だって。そういうこと言うんじゃないよ。誰でもできるよ、あんなの。いやいや、掛け合い、掛け合い。掛け合いなってないじゃん、別に。相づち打ってりゃいいよ。そんな、そんなこと言っちゃいけない、そんな本当のこと。いやでもさ、マイアミのさ考えてることとかさ、別に面白いと思うよ、それは。ありがとうございます。うん、だからそれなんか ね、相手が俺ちょっと かわいそうなんじゃないかなって。そう、毎回一緒だから。毎回だから、ツッコミマシーンでいいんだもんだって、うなずいて。そうです、まあ、ちょっとじゃあ今後考えます。いやいや、マジかやめてくれよ、解散を考えるってことだよ、それは。いやいやいや、ちゃんとね、ちゃんと役あのね、いやでも組み立てにしては何回目ぐらいなの、そうすごいよネタやんの、これ1本目ぐらい、そうですね、あ初めて作ったネタで、そうです、そうですね、ライブは5回目ぐらい、5回目ぐらい、ライブは人の前でやんのは、まあ、とはいえまあだってそんな組んだ経験あんの、ないです、ないんつうんですよ、ないのにできんのはまあすごいんじゃない、だから誰でもできるでしょ。ちょっとそうの人そんな冷たく、いや別にまあまあまあね、まあいいじゃないですかね、まあ、いやでも、うんうん、いい、でもさやっぱ、うん、あのなんでだどうしたらいいですかね、いいのと面白いのは別で言っとけ、そう、ね、俺がいい、いや分かりますよ、いやそれニュアンスで分かるよ、それ一番刺さってくる、漫才としてはいい、それ一番嫌なんですよ、いやそれ大事大事、テンポがいいとか知らねえっつうんだそんなことはだってもうつまんなそうなやつでいいじゃん、いやいやまあまあ、まあ、面白そうなのはある、まあまあ面白そうなのは、ね、ひどい言い方だけど、ちょっとね、まあ、これさ時事ネタだからね、はい、その時しか使えないっていうのがあるもんね、もうちょっとしたらもう古くなっちゃうもんね、エンブレムの話なんて、そうですね、もう二度とやんないと思いますか、そうだよね、その出しっぱなしっていうか、そうそうです、ね、ストックとしては難しいよね、まあ、そこはね考えないといけないんですね、なんか大石くんがなんかちょっとあの若さがないんだよね、いくつだっけ、僕28です、28ですよ、だって、まあまあ、まだでも若い、全然なんかもうおじさんがすごいじゃん、なんかおじさん感があるよな、28っぽくないんですよ、28っぽくない、年相ではないね、一般の28歳がどんな感じかあんまよく分かんないんですけど、一般の28は分かんないけど、俺も分かんないけど、芸能人で言うと誰ぐらいが28歳、芸人の28だったらまだ全然若いですよ、男の28歳、同期、同期っていうかね、同世代誰だろうね、28歳、まあピンとこないって誰も思いつかない、でも10年ぐらいやってる人ってことでしょ、18から始めて、あ芸人でってこと、芸人でも10年ぐらいの人だったらまだ全然ちょっとフレッシュ感あるよね、うん、フレッシュ感が、うん、出てきた当時からフレッシュ感ないもんね、うん、そうですね、22、23の時からないもんね、うんうん、確かに、でもみんなちょっと若作りしようみたいなとこあるでしょ、うん、30歳ぐらいでもそれはみんな頑張ってるんですよね、23歳ぐらいの顔して出てるでしょ、32歳の人が、そういうもんだから、うん、あなたその代表格みたいな、そう代表格、いやいやそうですよ、そうです必死だから、ベビーフェイスが止まらない会った時から一回も吹けない、そんぐらいした方がいいんじゃないの、まあ、それはない、俺もそう思いますよ、ね、うん、逆にそれはやらない感じなの、うん、自分の中でどうなの、なんか別にそれとも見た目は全然意識してないだけなの、いや無理してる感って見られるのが嫌なんです、あ若作りしてるなってこと、いやお前顔おじさんじゃんって思われたら辛いんだ、いや顔はおじさんじゃないよね、うん、まあ、おじさんではないけどね、もうちょっとなんか、うん、だってこう服装とかもさ、うん、いかにもその漫才のツッコミがさ着るもう何万人のツッコミ今敵に回してるけどジャケット着てさまともなこと言いやがってよ、ただ、ね、ただそういうの非常に多いジャケット着てりゃツッコミみたいな、そういうもんじゃないんですか、そういうもんな部分もあるけど、もうある種コスプレみたいなもんですよね、このこういうなんかちょっとね、ツッコミっていうのある、それはあるけど、うん、でもスープがちょっとサラリーマン感が出ちゃう、ね、そうそうそう、なんかね、うん、芸人の服っぽくないんだよ な、 だなんかいいんだけど、もうちょいポップな場所があった方がいいんだろう ね、 いいね、これに、うん、そうですね、そういうコメントも欲しいね、うん、そうですね、コメントってこれ見てるんですか、誰がいるよ、見てる人いるんですか、いるよ、本当になんであのコメントのパソコンあんな遠くに置いちゃったいる、見えないでしょ、もう目字が字が細かいんですよね、見えいるの、そうなんすんごいいるんだから、本当にだって違う番組のコメント入ってきちゃうんですよね、あそこ、そういうこともあるあるの、大丈夫なの、いやだから、ね、まあでもねその、はい、まだ組み立てだからね、これどうこうまあ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 、ね、いやでもまあねやんないといけないし、ね、ただ一つちょっと気にかかって言ってもいい、うん、いや全然もう、はい、なんか出だしのとこで噛んだのは別にいいと思う、うん、そういうの全然いいと思うんだけど、はい、
あの山田さんの後輩の大石ですみたいな言ってたけど、俺の後輩じゃないのかなそこはちょっといや山田軍団として紹介されたからで山田軍団のみたいな言ってくれたらいいんですけど、山田さんの後輩って言われてた、トリュフ軍団っていうのじゃダメ、全然ダメなの、ダメなの、すごいダメなの、なんでそういうのダメなの、あそういうの嫌なんですね、うん、あんまねそういうの、あそういうのは良くないよっていうね、あ確かに微妙なラインなんですね、微妙なラインでそういうのって言ってね、聞いてみます、お客さんに。なんかね、あれば。どうだったかっていうね。あ、そうです、まあ、普通に思ったら言っていい、さっき。どうぞ、お願いします。なんかあの、出てくる、ドクター仲間と出てくる、はい、そのやめた方がいいっていう入りだよ。うん、否定の入りだったよね、はいはい。否定の入りっていうか。なんか肯定側でもいいかなと思ったんだけどね。確かにね。そうですね。それもあったけど、ドクター仲間さんとかいいんじゃないっつって、うん、そのあそうですね、出てくる時みんな、うん、そのジャン、なんだっけ、ジャンピングシューズで、ね、出てきたら目立つじゃんっつって、うん、そんなの笑われるよみたいなパターンもあるな、うん、そうですね、確かにね、確かに、うん、そうですね、これよく言われるよね、作家にね、肯定がいい、できない、うん、できないの笑いじゃないっていうね、できないの笑い、そうそう、ダメダメダメじゃなくてこっちの方がいいんじゃないか、いいんじゃないか、いいんじゃないかっていう方がいい、方がいい、あーなるほど、あーそういうことですね、うん、っていうのもちょっと思った、勉強になるなこの番組、嘘くせえなこいつ、いやいや嘘くさくないです本当に、次からそうします、で何ところジョージさん意識してるからそれね、だからトドロキから来たんだトドロキベース持ってないですよ世田谷ベースからないよね、あ違うの、違う、でもどうなの、なんか意識してんの、いやそれ言われんですけど、にいやしてないですよ、まあまあ似てるよね、まあまあ似てる、勝手に似てるだけですよ、まあまあ似てる、勝手に似てる、遠ざけたいわ、だったらもういや寄せてったら、いや寄せてったら金髪にしようよ今だってちょっとモノマネブームじゃん、うん、でうん、まだモノマネブームなんて、だから伝わらないモノマネとかあるでしょ、モノマネの人またほらそうやって敵に回すでしょこれ、いや敵に回すすぐ出れるでしょとか、のいやこの漫才よりかは所ジョージの方がすぐ出れる、いやいやそれはそうです、うん、それはそうです、テレビを意識するんだ、そうだよ、そしたら後釜狙える可能性ありますから、いや所さん、そのまんま所さんの所さんでやっていかないといけないですもんね、その後、まあだから漫才やった時にそう見られちゃうか、所さんネタやんなきゃいけないですもんね、そうなっちゃうもん ね、 多分ね、それはでもいいんじゃない、やまあまあ やらなくていい、でもそれがさ見てる人が求めてんならありじゃない、まあ、求めてるならね、ね、うん、そうっすね、もうイケイケ言われるんですけど所さんで、え結構言われてんの、言われますよ、だって金髪にしてメガネを、うん、ちょっとメガネ違うメガネ、うん、一回あの変えていい、ちょっとあれメガネはああいう感じですよきっと、いいメガネがあるんですところさん、ね、長が多分、うん、これ、あーそうあそうそう、上にかけてるね、絶対と思うんだけどな、うん、いやだけどね、うん、で金髪にしてさ、こ声真似とかしなきゃいけないですね、まあまあまあだからそこは頑張ってもらって、どんぐらいで今の時点でどんぐらいできるか、すごいですね、でも十分じゃん、十分なんですか、ここ今でこれなら十分だと、本当にこっちを似せれば別に、うん、そんな甘いもんなの、モノマネって、ちなみにモノマネどんなもんかっていうのは、じゃあところジョージさんやってもらっていいですか。3階ですね普通みんなこんなもんよ、本当にだそう考えたらいいと思う、俺横でできるのかと思いますすごい、そう考えたら全然よれてるから、本当ですか、本当に、まあ、じゃあそれもやんなきゃいけないですね、モノマネ出さなきゃいけないですね、いや今はね、ほんとそんぐらい持っとかないと、まあね、ってやっぱ厳しいと思う、なんかないとっていうね、お二人はモノマネできるんですか、 うちは全然ないから何にもできない、欲しいの、清水邦明さんっていう、清水邦明さんもやれねやるけどそんな引きがないだぶっちゃけ清水邦明さんに引きがないですもんね、もうほらほんとにお姉ちゃんブッコフの社長なんだいやそうなんですよねあれね、あ それで CM やってるんですか、そうなんですよ、それだから一回ね、うん、言われるオーディション持ってったのよ、うん、はいはい、清水邦明さん、邦明ですって言ったら、うん、で鼻で笑われたのそれ以来絶対やらないんだよ、何やったんですかその時、いやただの笑顔だけまあでもそのローリングショーみたいな、ね、そう一瞬の10秒間のやつとかみたいな、鼻で笑われて終わるっていう、うん、ちょっと怒られるんじゃないかなその程度で来んじゃないみたいな、なんかモノマネ持ってんの、大石さん、大石君あるよ、クールポコのせんちゃんさんに似てる、あ似てるわ、どんな男がいたんですか、ドッグフードつまみにビール飲んでる男がいたんですよ。なーに？なんで所さん入ってるんだ。そこ所さん寄せたしかない。すごいですね。いや難しいわ。すごいですね。ちょっともう一回やって。すごいですね。って入ってきて。そこ。じゃあもう一回ちょっとフリーの。
という男がいたの。ドッグフード食べながらビール飲んでる男がいたんですよ。すごいですね。あ、これ売れました、うん、今のかよ。今のね、今すごい面白そう。すげえ面白いよ。この後どう展開するかによるけど、知らないけど、この場面だけだったら面白い。入りはすごくいいよ。見たく、見たく、ロングのやつでね、やんないといけないですね。これだから何個もで、ショートコントみたいなバージョンですよ、ね、うん、すごいエピソードな。何にも解決しないんだもんね、すごいですねっていうだけです。そのまんまの。何にも起きないんだから。ただの感想っていう。そうそうそう。っていうだけで。モノマネ番組だ、素人が出てるっていう程度。まあそうですね、許されます。モノマネ番組出れるよね。全然ある。確かに、ね。いいな。可能性あるね、うん、いやないでしょ、あるんすか、秘めてる、秘めてる、いいですね、番組リニューアルしてよかったですね、これ。いや、そうそう、うん、よかった、やっぱ一人一人で出ていきたいじゃん、よかったかどうか分かんない、まあ、くすぶってるより、はい、うん、そうなんですよ、うん、です、聞いてみます、じゃあ、ね、あ、なんかあるか、そうです、はい、なんかありました、作家さんからね、作家さん、なんかキャラが見えてもないっていうか、そう、よく言われるんですよ、すごいこと言うな、俺は、うん、お互いのキャラがあんまよく見てない、確かにね、どういう人か分かんないよね、なんか振ってんが分かんないっていうか、あ、うん、台本に沿って、うん、そうですね、まあまあまあ、なんかこう やってる出会って、うん、本当に山口くんがそのエンブレムが思ってんのか、確かにね、言わされてる感じな、そうですね、うん、これはそうだね、確かに確かに、なんか突っ込んでお前の顔がなんとかに似てるなって言われて怒るだったら、うん、似てるなとかがあるんだったら、そのなんか掛け合いで、うん、いやお前に言われたくねえよじゃないけど、感情のその戦いがないから、あ、そうですね、まあなんか、うん、なるほどね、さすがだね、やっぱ台本上の中島さんと同じこと言うね、中島さんって誰も知らねえよ、中島チルドレン、あんたが一番中島チルドレン、あんた一番そうだ、これすごい狭いターゲットに見えた、誰も分かんないよこんな話した、来月なくなっちゃうよ。ただあの作家さんレギュラーにするね、いやあれいいと思う、すごく、うん、いいこと言ってくれる、だって今日別に呼んでないのに来たんだからね、急にありがたいよね、一杯引っ掛けながらすげえいいこと言ってくれる、下のバーで2杯飲んで、あ、そうちゃんと貢献してる、おしゃれなバーがありますからね、そうだね、作家欲しかったんだよね、欲しかったの、本当、うん、本当はいたわ、作家も入れてっていう趣旨だった、今日呼んでた、呼んでたけど来れなくなっちゃった、そう、うん、なるほど、 NG だったから、でも確かに、まあ今組み立てってのもあるけど、まあそれもあるからね、でもでもうちにも言えんのよ、そこまでキャラがないと、そう、特に俺なんだけど、こっちはまあ顔がでかい的なのもあるしあるけど、なんかでやっぱ人が見えてこないっていうか、そこが難しいんだよね、そういうのって最初に説明したら済む話なんですか、いやでもね、そういやそうでもないんだよ、何も言わなくても伝わるじゃん、そう、見た目もそうだし言い方のニュアンスとかでも多分だから、相当演技力があれば、うん、それでもいいよね、そうね、でもそうだよね、ある程度作るんであれば、うん、最初にそういうの見せれなきゃかもしれないね、うんうん、そうですね、でそう中途半端に作ったやつよりは作ってないで本当に感情で切れてる方が絶対もう今の人たち見てて面白いと、うん、それの方が、うん、慣れちゃってる、相当ネタ見てきてるから、うん、どこにこうあの作家さん結構ベテランの方ですね、審査員とかやってますゴールデン3本ぐらい持ってた、まあまあいい年なの、でも若いこと言うから、でもさ見てる人はさ、うん、顔映んないからさ、すごい、ね、大御所ってことにしとこうよ、あ、そうで、そうでも人生経験は本物、うん、確かにいいこと言いますね、うん、ありますね、なんかある、別にまあだから一般のね、一般のお客さんの意見としてネタ以外でも別に、うん、別にそう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 、マイアミさんは、うん、はい、ああ、はいはいはい、そうですね。ばっか目がいっちゃうから、僕もちょっと動きがあった方がいいですね。まあね。え、叩いたりしてたっけ？それもね、ないんですよね。でもそれやった方がいいんじゃないかなとは思うんですよ。それでも叩かないのは山田イズムでしょ？あ、そういうのあったんですか？ああ、そうかも。ツッコミ絶対手出さない。多分珍しいと思うよ。あ、それなんかあるんですか？あのね、そこまであの本気で思ってないダメじゃねえか、人を叩くほどダメじゃん、人を叩くほどなんでだよと思わないいや、まあ、そうですけどいや、その時事ネタで叩くっていうほどのことかって思っちゃうんですよ、いやでも時事ネタだったら結構ひどいこととか言った時はちょっと叩かないと、ね、なんか成立しないってことね、悪い人のままになっちゃうかなっていうのはあるけどね、うん、制裁じゃないけど、うそうですね、罰与えてくるっていうのはあると思う、はいはい、まあまあ、まあまあのこと言う、慣れてないんで
うん、まあ、まずそのコンビでやることに、ね、まあ確かにね、そもそもツッコミなの、そうどちらかといえばツッコミです僕は。あ、そうか、うん、でもまあそっか、ネタ的にツッコミのネタ、普段もでもそっか、うん、そうだね、うん、そうですね、まゆみさんもツッコミですもんね。まあそうですね、言ってることはそうなんです、ね、ツッコミだよね、目線はね、うん、そうなんだ、そうだよね、うん、でも時事ネタ大体そうじゃないですかきっと。まあまあそうだね、時事ネタはツッコミだもんね、これ恐縮の話ですよ。爆笑問題の太田さんも結局切り口はツッコミだっていうのを、うん、じゃあみんなそうです、たけしさんもそうですね、そうですね、うん、だからこれ時事ネタだからさ、やっぱこの毎日こうやっぱいろいろネタを作っていかなきゃダメなわけじゃない、はい、ね、だからもうノーベル賞ね、2日連続でちょっと聞かせてよ。いやいや、ちょっと待ってください、いきなりですか2日連続で撮ってんだから、もう時事ネタ界はもうこれだってどう切るかの勝負じゃないの、もうだってもう時事ネタやる人はできてるからね、もうできてる、それはもうそう、いや絶対そうだよ、そうだ、いや俺のノーベル賞について俺調べてなかったなそういうとこ多分ついてるんですね、確かにね、ノーベル賞ですね、難しいんですよね、あのまたね、科学系、うん、まあだからそうだよね、科学系なんか言ったらある程度の知識がやっぱ必要なのかな、お客さんもちょっとね、お客さんもある程度その情報を知ってないとダメだしね、だから福山雅治さんの結婚ぐらいがこれあるよ、多少引き合って、それあるでしょ、福山雅治、それはちょっと考えてた、考えた、うん、引かしてネタをやれってことなんですかないですけど、ネタにはなってない、ネタっぽく喋ってくれれば、でも今さポロッと言ったやつを膨らますことはできるじゃん、うん、これそうです、やってもいいんじゃないの、そうですね、だからあれですよ、うん、ね、本当に、うん、すると思わなかったです結婚をね、ああまあ結婚みんな思ってそうでしょうね、だから本当、ね、まさか吹石風が結婚すると思わなかったそっちなのだからもう俺ショックで休んじゃおうかなと思っていや今日福山雅治さんが結婚したのかじゃなくて、もうだってもう吹石ショックでしょやっぱり、いや聞いたことないですけどまあ、あーダメ、深いダメ、作家の先生がアーツちゃって深いダメありがちなみたいな、すごい切り口やっぱツッコミなんだろうけど、そこからどこまで飛ばしていくか、まあそうだよね、そうですね、そうなんですよ、ベストゲームの飛ばし方、うん、ここで入り、そこで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 、まあ、そうなんですよね、小さい子今何聞いてるんですかねぐらいの、あ、まあ関連で言えばね、うん、ガリレオ、ガリレオのねとかまで、そうなんですよね、やばいと思うんですよ、言っちゃいけないとこもあるけど、ギリギリのとこついてるのがたけしさんだったり、まあそうですね、確かにそうなんですよね、うん、それで今無難なことやってあの人厳しいなおいさすがさすがですね、ね、ベテラン作家さんね、すごいすごいですとてもすごいですね、すごいですね、ちょいちょい俺に言うぐらい、そうだ、じゃないと3番点はそれ正解だ、そうですね、はい、すごいよ、気をつけます、はい、そこさすがボーナーで3本持ってるだけありますいやでもいいね、まあそうですね、勉強になりますね、なるね、はい、うん、いいんじゃない、キャラ考えます、なんかキャラね、でもどう、あんま無理してもしょうがない、俺も結局そこに落ち着くんだけど、もちろんある程度作るの必要だけど、でもやっぱり一番いいのは素が出るところでしょ、そうですね、素をオーバーに持ってるものをね、自分の持ってるものをね出せれば一番いいから、うん、変になんかわけのわかんない急にキャラ蓋つけられてもそうそうそう、ね、なんか急にキレツッコミみたいなキャラになって出てきてドン引きされちゃいますからね、うん、何かに関してキレてもまあまあキレるタイプだ、でも、うん、とはいえそうですか、キレっぽくない、まあちょっとね、ムカつくことは結構ありますけど ね、でもなんかにやけてんだよね、突っ込んでる時もちょっと、あ、だからにやなんか一番タチの悪い人にやけながら突っ込んでるからバカにしながら、うん、こいつらっていうヘラヘラしてる、うん、ヘラヘラしてるね、 その悪い部分出せばいいんじゃない、うん、悪い部分を、うんということで一回まとめましょうか、はいはい、まとめましょう、じゃ あ、 あ、 じゃあ本ネタか雑ネタか、いやこのコンビ続けた方がいいかどうかは、あ、そっちにします、それはお願いしたいですね、はいはい、じゃあこのコンビ、はい、続けた方がいいと思う人を拍手、おお、あら、じゃあこのコンビ早く解散してしまえと思った人拍手、おお、いやーよかった、じゃあ続けてください、よかったね、よかった、まだまだ、うん、また11組目探さなきゃいけないと思ったんですげえ解散すんな、すごいね、うん、じゃあこれはちょっとやってよちゃんと、いややります、そこはね、うん、はい、ちゃんとやって、じゃあどうします、じゃあ我々次コント、ポンポン行きましょうか、何もないからね、次ちょっとコントなんですけど、全然用意してなくて、本当ちょっとじゃあここで見てもらって、はい、あ、いいですか、うん、すぐまた同じあれで、これはね、本当ね、あのセリフもね、あ、これね、はい、セリフがね、あれなんですよ、やってないんですよ、はい、設定しか、なんとなく本当ふわっとしてるんで、はい、ちょっと、はい、
コントです。たわし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 です。何個たわし当たんだよこれ。たわしばっか当たんなこのくじ引き。どういうことだよこれ。なんだこれ。俺今日たわし買いに来たんだ。たわし買いに来て福引きできるって言われてたわしこんないらねえんだよ。なんなんこれ。何その態度、いい、もっと煽ってよ、期待感、期待感煽ってよ。俺これ聞いてる時になんかおっとか言ってよ、開ける時もおっとか、おどうだみたいなあるじゃん。いやさあじゃん、なになにさらっとたわしです、昔のパチンコ台みたいな、もっと煽ってよ、もっと煽ってやっと当たったって感じ出してよね。えちょ、もう入ってんの、俺一等ハワイ旅行って書いてるけど、 いや入ってるっつってるぞ、これ入って、入ってんのハワイ旅行入ってる、これ本当に。え、ちょっと貸してよ、これ本当に、見る探すから止めてよ。なんか俺そんなそこまで本気で思ってないよ、別にいいよ入ってなくてもいいけど、期待感は煽ってって、はなんか嘘、俺すげえ悪いやつみたいで、いい入ってんのね、さあさあってなんの、入ってるって言ってよ。でもあの500円買ったら引けるって言うけど、500回も引かなしなくていいから、もうすっごい並んじゃってるから後ろ2時間ぐらい待つよこれ、このペースいったらね。え1円1点1回じゃなくていい、500円で1回でいいから、いやはいじゃなくて、もっと煽ってって、いやだからこうもう当たるかなみたいなあるじゃん。いや、はいって何その態度。じゃあいいよ、俺がじゃあ見本見せるから、あね、はい、見本見せるから、それ覚えて、俺別にお前憎くて言ってるわけじゃないんだよ、はい、この町が好きだから言ってるね、来年もやるでしょこれ祭り、はい、ね、だから盛り上げてもらいたいから言ってんの、はい、ね、はい、おさあ当たるか当たるか、お引いた、さあどうだどうだどうだ、出るか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 出た出た、本当に出ちゃったよ。どうもありがとうございました。はい、ということでね、逆になった方がいいですか、大丈夫です。これはね、あのねセリフが全く決まってないからね、今やりながら言いました、特に負担が、はい、負担があれなんでね、ちょっとまあこんな設定というか、あのちゃんと実際にそのもあのものは用意して、今日は小道具、はいはいはい、はい、実際にたわしとかを、はい、確かに、まあ見なくてあれ、まあまあまあいいですね、はい、はい、あまずちょっとコメントありました、見た目っていう見た目件名で、はい、髪型はまこさんが可愛いから大丈夫、うん、ありがとうございます。俺はどうなったんだよありがとうございます。俺はどうなったんだよ、え俺は、触れてません、触れない触れない、山田さんの髪型ともかくまこさんが可愛いから大丈夫触れないね、うん、マイナスをプラスにする、なるほど、じゃあいいか、じゃあいいかすいません、見てないもんね、はい、誰もね、うん、見てるみんな見てるまあまだこれもどうでしょうかね、うーん、どうでしょうかね、なんかだからまあ物がないからすぐ見た目の設定は入ってこなかった、まあ、一応だからそのハッピーとか来て商店街で福引き引いてます、うん、こっちはもうすごい大量にもうすでにタワシ持ってて、その状況から始まる、あーなるほど、でだ実際何も起きない、うん、全部説明するだけっていう、なんかどうありますか、なんか僕面白かったですけど、うん、分かりやすかったですね、本当かよ、でそんな嫌な顔しなくたっていいでしょ、たわし山積みっていうの聞いて、あもっと面白いなと思いました、そう見えればね、まあただだからその、うん、本当に入ってるか入ってないかいいのが、うんうんうん、あそこはやっぱ入ってるって言った方がいいの、ないっていうので納得するもんなのかっていう疑問はありますけど、入ってない、入ってないとも言ってないの、言ってないんだよな、微妙な感じに、そうそう、まあ分かんないみたいな、うんうん、バイトの子なのかなっていう感じで見てましたけど、でもだからせめて入ってろって言えよ的な感じなのね、うん、
そう、まあ、その辺のちょっとあの、まあまあまあ、セリフのあれはあったけど、どっちなのか、うん、そっかそっか、そこが分かんなかった、ね、うん、なるほどね。作家の先生は、作家の先生聞いてみましょうか。いや、難しいですね、うん、あ、なんか、まあ、その小道具とか、うん、あれもないのもそうなんですけど、うん、あの、どう吹くべきだったら普通の人がどうなるだろうっていうことから外れるのが、うん、多分ボケになるけど、うんうん、もう500個たわし引いちゃってる状況が、うん、もうボケちゃってるから、うん、そっからなんか飛ばすのか現実に戻すのか戦うのか、うん、なん中島あのオスカポロモいい名前を出すんじゃない名前を出すよ名前を500個たわしを引く必然性なのか、それが引いてることがどっかでそれがオチになるのか、例えば2030年で環境破壊がされてたわしがものすごく必要になってきてこんだけ欲しいんだとか、なんか理由がね、飛んだとこでそのやってる状況が結局オチとして、うんうん、ああだからか、だからここまでやってたんだとか、うんうん、でもそれが本当この山田さんの方が意地になる性格で、うん、まあ、本当にハワイ旅行入ってるんだろうな、うんうん、って、じゃあこのままで置いてやるからなって、そこを出せた方がいいよね、そういうことね、うん、なんか、うん、なんで そこ入りがそんなのないじゃんってことだよね、うん、そうだね、うん、あ、意地になってもう意地でもこの当たり引くからなで何回も引いてたな、俺の心が来たけど、ね、うん、同じ結構引いたけどたわししかなかったし、うん、周り見ててもたわししか出てねえぞ、うん、まあ、本当は当てるつもりあんの、まあ、うん、そのどこで見せたいのかが、中野さんのそのこういう、まあ、やってる態度を面白さで見せたいのか、うん、そのシチュエーションがボケとして見せたいのかで、うん、多分、はい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 、それだったら別にたわしでもなんでもいいと思う、中野さんがもっと嫌なやつの態度を取ってやれば別にたわしの必要がなくなるし、たわしとかそういう状況とかでボケさせたいんだったら、うん、もっとオチがどっかにぶっ飛んでるみたいになるし、うん、何を見せたいのかがちょっと分からなかったなっていう、はいはいはい、どっちを見ていいかみたいな ね、キャラクターの変な人を見せたいのか、その吹くべきのその変な人を見せたいのか、やってること自体がね、それがあの噛み合えばもっといいんでしょうけど、はあ、キャラクターなおかつね、吹くべきの状況があって、うん、この変な状況がなんで成立するのかなっていうところが見せられれば、うん、もっとなんか面白いかなっていう、すげえいいこと言う、あの人あれいいこと、これさ本当にさいいこと言うよね、リアルタイムでこのためにすごい、なんで埋もれてんのあれだから、あの人が自分で作ると面白くないそれは言うな、いやそれは言うな、いやだって本当ね、あれじゃん、N さんよりさ長島さんね、あなんかいいなと思っていいな、いや本当そうだわ、すごい、ね、すごい、だって ね普段海物語打ってる人とは思えないじゃ海物語打ちながらね、いやすごい、選手だとダメだけど、あの監督とかになるといいタイプですかね、もちろんやっぱ適材適所じゃないけど、もちろんやっぱあるけど、考えてんだ簡単な人、すごいよね、すごいですね、でも確かにそうだよ、その通り、だからまあこのネタに関してはその場所だと思うんだよね、そんなシチュエーションの感じが面白いっていう方が強いからね、まあ、プラスアルファでちょっと変なやつぐらいに見えれば一番いいのかな、トリフさんがどっちのコントが合ってるかが見えた方が、そうだね、合ってるかね、でラーメン屋だって変な人がいればシソンナさんみたいにそうだねなるし、すげえ食った設定で見せるコンビもいるし、そのコンビ自体のなんかそうだね、うん、やりたいことがもっと明確だったら、うん、多分方向性が、ただ俺演技力ないんだよねいやそんなことないよ、そうですかね、気になったことないけど、みんなにはどう映ってんの、どう映ってんの、いやそんな気になったことない、普通に大丈夫なのね、うん、俺はものすごいコンプレックスがあるよそこに関して、なんかよく言ってますよね、うん、多分でもね繊細だからすごい気にしてるから余計ダメになってるんだと思う、うんうん、全然だからすげえうまいとは言わないけど、うん、普通だよね、うん、芸人がやる、いや大石くんよりはうまいと思うよそれはね、大石くんより下手大石くん勝てんの、でもやってる人だなっていうのはすぐ分かります、大丈夫だよね、やってる人だなっていう、多分な全然自信持ってやれば全然
もっとあこれ化けちゃうな。え化ける全然化けると化けちゃう。遅いんですか。まあね40手前で化けるなとかまあ遅いよ、ね。いやでも本当いいね今の、うんうん、そうですねすごいですね。これ毎月来ていやそうですよこれ大事大事してもらえないかな。海物語よりはいいんじゃないかな。海物語でお金になるんですか。ただ確かにね遠いんだよ遠いね遠いんだよ知ってる。なかなか遠いんだよね。だえなんかありますか。なんか見て、はい、500円で500回とか分かりやすいフレーズもあったし、うん、あもうなんか普通の会話っぽく、うん、すっごい突っ込んで例え突っ込みとかで、うんうん、さんばっかり喋って、うん、お子さん全然喋るとか、うん、でも面白い、うんうん、まあまあ、うん、だよね、うん、それもあるよ ね、 う、 ねうん結構良かったもんね。うんだから俺がもうちょっとあれでしょ頑張りゃいいってことでしょ。そういうこと？いや俺じゃないかな。そういうことなんですか？いや俺だったらもうちょっと。俺がだから。このコンビやだ。ここか。ここか。いやでもすごいありがたいね今日。このなんか伝わってんのかな見てる人。いや見てる人は知らない。どう思ってるか知らないよこれは本当に。今日は初めて視聴数ゼロの感じであると思いますよこれ。でもねこれだからこれ見てて。俺もちょっとトリュフ育てたいなっていう人がいればいいしね。それも狙い。もちろんそう、そう、もともとそういうことなんで。とりあえずだから水着の女だけ置いとくここに。とりあえずだよ。それじゃあでもずっといるとあれだからラウンドがあるときに。いいですね。一本目トリュフさんのネタでつって水着の女の子出てもらって。そうか両方嘘か。でネタやって。これとかも水着の女の子に言われれば本当はそうなんです。そういうことですね。なるほどね。すげえ爆乳な子がいいんじゃない。ああもうね。卑猥な子を呼ぼうよ。めちゃくちゃなやつ。卑猥な子。それめちゃくちゃなやつ。どうなんですねめちゃくちゃねでもまあねだからこれだからこの感じで続けていきますよ毎月。いや続けていきたい僕らも、うんうん、そしてぜひ協力してもらえたらね、うん、嬉しいですね。そうですね。で作家さんも作家さんも今日ついたみたいだし いい作家を見つけたってことが今日の一番の発見、うんね、この場だからやっぱ言えますよ、うん、いやそう、うん、そうだね見ててね、普通のネタそうなんかそうだよ ね、 ね面と向かって、うん、そうだ、まあ、そうですね、うん、そういう空気じゃないしね。よかったじゃあよかった、うん、あの人お金払ってますからね。入場料とドリンク代払ってます上行ってですはいどうぞ。で全然変わんないですよ。ああこれでも、うん、多分あの大石君たちも変わらない、うん、多分これ聞いても、ね、変わんないんですよ、ね、ここのコンビはどうでもいいんだけど、うん、いや変えたいんだよ。どうでもいいんだよ。あのね俺ら変わる変わるの変わります、ね、なぜなら、ねうん、今まで取り入れたことがない、うん、だから言ってくれる人がまずいなかった。出してんだよね。出してんだよねじゃないですか。やっぱ尖ってるからね。これで40まで尖ろうとしてる。珍しいわ。オスカーで俺なんて言われてるか知ってる？一匹狼って言われてる。だって俺本当びっくりしたのはオスカーの芸人さんの LINE がもう40何年なんだけど、誠さんだけ招待中で。そういう感覚なの。そういうとこすごいよね。すごい。感覚が入るよね普通ね、うん、そこがすごいと思う。自分で思うやべえなと思って。だからそこをでもそこをやっぱ伸ばしていった方がいいだから、ね、そう、うん、だから俺が一番もうちょっとあれだけど悩んでるのが、うん、いい人っていうのができすぎてそれ良くないよね。それをすごく壊したいの、うん、もうほんとすごい嫌なやつじゃん。嫌なやつというとちょっと違うけど悪い部分がすごく持ってるじゃん、うんうんうん闇がある。すごい純粋がいい人じゃないよね。純粋ないい人だ、うん、いい人ではあるけど、うん、闇もすごい抱えてんのよ、うん、それがやっぱ出せてないのよ、うんうん、このそれはわかる。トリュフはポップなコンビだからさ、うん、だからその辺そういつも俺がやってるポップなコンビになっちゃうのよ、うん、だから人はポップなんだよその見た目が。そう邪魔してるから。 そうそれがこう悪い部分も出てきたら、うん、できるかもねもっと。だそうなるとね俺もほらダークだからさ。実際そう闇抱えてる2人なんで、ね、ひどいと思うよそうなると。ひどい悪い正面誰でもついてこない本当に。そんぐらいのもの持ってるけどね。まあね、なんか最後愚痴っぽくなっちゃう。でもまあ本当今後ちょっとやりつつ、はい、うん、
あと出たいっていう芸人さんも、あ、そうです、その一緒になんかね、はい、うん、揉み合いながら、そうですね、ね、頑張っていきたい、うん、水着で立ってくれる爆乳の女、爆乳も、爆乳に限らず卑猥な女性我こそは卑猥だっす、我こそは卑猥ですっていう、うん、露出狂の方、はい、出たい、みんなに見てもらいたい、何回の節子さんみたいなおばさんみたいな卑猥な女性、年齢問いません、年齢問いません、問わないんですね、問いません、問わない、はい、うん、だからぜひ来てください、そうです、ね、これまたシーズン2ということで、はい、うん、ね、そうですね、改めて、ええ、またいろんな新しい人が出るかもしれない、もちろんそうです、はい、いや本当ありがたく今日ね、はい、付き合ってきて、ね、わざわざ来てもらって、ね、ありがとうございました、僕らがすごい勉強になりました、はい、いやとんでもないです、またちょっと来月も、あと平場編っていうのも考えてたね、あ、そうなの、平場のやり取り編っていうのも、いっぱいもう全部変えたよ、そう、今までの今までの、はい、そうでもしないとちょっとね、はい、ということで、はいはいはい、毎月第1水曜日7時半からやってますので、また来月も、来月、はい、はい、見てください、来月あれば、あればあります、はい、ありがとうございました、またありがとうございました、ありがとうございました、田中と山田でとか、ね。